初めて降りた駅なんですけど、通過するんだって。ちょっと撮ってみましょうかね。あのね、こっちから、あっちだ。まもなく一番乗り場に岡山方面行きの列車が参ります。自転車危ない、カメラもうつけちゃった。ああ、また逆やっちゃった。ちょっとステレオマイクチェックというか、ちょっと昨日からさ、船の甲板の上でマイクチェックして、夜にあの飯食いに行くときにちょっとマイクのステレオ感をチェックして、で今日ちょっとね空気払って駅でなんとなく降りてみたんですけど、ついでのチェックって超グダグダ。今のマリンライナーですね。上松あたりで降りようと思ったんですけどね、寝過ごしちゃいましてね、ちょっと寝てたんですよ。初めて通るよ。まあ大体の位置は分かるんですけど、ちょっとね、ちょっと今日走る分ちょっと少なくなっちゃったよ。ちょっと2駅乗り過ごしたんですけど、実はいつもは大体あの瀬戸橋線と宇野線が交わる茶屋巻の1個手前、上松あたりで降りて、ほんとね、峠がちょうど終わったところなんで、あそこで自転車組み立てて岡山方面もしくは倉敷方面を受けて走るのにいいコースなんですよ。これ入ってるのかな、これちゃんと。ちょっと乗り過ごしちゃって、まあでもいいや、この辺なんかひっちゃきになったっけ、今走ってきたらのんびりとって、最近ソロばっかりだな、初めに走る気ないだろうって感じなんですけど、瀬野あたり軽く小山越えして大統領ラーメン食って、ラウンドワン寄ってメタルゲームして岡山方面向けて走って、アミバラ寄ってメタルゲームしてみたいな感じにしようかなと思ってます。
ってる列車が予算本線走ってるのがディーゼル列車ばっかりだったのね。みんなねすごく特徴のある音をしてたんですよ。鉄道が大好きな方なら、鉄道ディーゼル王国としてね、四国のディーゼル列車は片番よくご存知だと思うんですけど、普通列車だとキハ40系47とか48とかキロ48とかかな、私の時代では紅色、全身紅色、ちょっと明るめの赤色で全部乗ったことがあるその普通列車が走ってましたね。私の前の世代の人だとまたちょっとカラーリング違うみたいなんですよね。同じね、キハ40系でも、ね、写真を私の時代の紅色塗ったくった写真とか見せてもね、って感じになるんですけど、その前の世代のね、紅色とちょっとクリーム色、帯の部分がクリーム色なんですよ。よく言われる鉄からの逆みたいな、配色を同じ車両で写真をネットとかで拾ってパッと見せると、あ、これ懐かしいってなるんですよね。カラーリングって重要ですよね。同じ列車でもカラーリングがあるとその世代の人の記憶として植え付けられているものが呼び起こされるみたいな感じになってるんですけど、で、急行列車が大体ね、キハ58とかキハ60系52かな、覚えてないんだけど、この記憶はそんな感じで覚えてますが、国鉄から、石槌なんかは特急列車として、高松行きの特急列車として今引き継がれて昇格して名前が残ってるんですけどね、当時急行列車として走ってました。で、急行列車はね、どの型番だったか、型番だって型式の列車かを覚えてないんだけど、またねすごく特徴のある音をしてたんですよ。みんなディーゼル列車なんだけど、一台一台音が違うんですよ、エンジンの。この中でもひときわね、カリ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 っていうすごい特徴のあるサウンドがあって、あれ中間車両だったのかな、それすごく印象的に残ってますね。で、特急列車、私の前特急列車は何だって私の心の列車なんですが、キーハ181系、これが走ってたんですよ、潮風でね、国鉄から。で、ね、子供の頃ね、私物心ついてからでも1回しか乗らなかったんだけど、高松まで乗りましてね、その時もね、ラジカセ抱えて録音しながら乗った。とにかく音に、見た目もね大事なんですけど、もちろんちっちゃいカメラで写真カシャカシャ撮りましたけど、音が重要だったんですよ。ものすごく特徴のある音なんです、キハ181系っていうのは。今でこそね、本当に自分の見て育ったその列車の車種はこんな風に、てっちゃんみたいにね、よく名前挙げれるんですけど、それ以外知らない車両は全然わからないんですけどね、乗ったり見て育ったりしたやつの範疇でしか語れないんですけど、みんな本当にね、ディーゼル特急、ディーゼル列車はね、音がすごく特徴的なんですよ。すごくみんな独自の音を持ってて、聞くとね、特にキハ181系なんかは目隠しで聞いても今でも分かりますね。あ、これは181だって言ってね、これ
しょっちゅうブログでも言ってると思うんですけど、音で分かっちゃうんですよ。そんなバカな、そんなマニアックなんて話だと思うんですけど、分かるもんですよ、うん、特に 181系は分かりやすいと思うんですよね。先頭車両にちょっとね、お客さんが乗れない中に発電エリアみたいなところがあって、そこが特徴的な音がしてね。あとね、ジョイント音にものすごい重量感があって、あとディーゼルエンジンの音もすごく、すごくね、強めの音がするんですよ。その後に続いてキハ185系とかね、今の2000系の N2000 とか、あの辺とも全然違うんですよ。あの辺はね、最近のディーゼル列車は、最近でもないんだけど、かなり軽めの音がするんですよね。それに比べてね、ものすごく脂っこい音がするんですよ。ギョリ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 ジューみたいな感じの、ジューってお前それ焼肉じゃねえかって、ほんとジューって感じの音がするんで、あれはね、やっぱり子供の頃からね聞いたっていうのもあるんで、いいとこ来たな。そうそう、ここに来たい。私はまさしくね、この音だと小さい頃の記憶と合致したっていう瞬間があるのね。よく飛行機が好きな人とか、空港に行って離陸する前のね、飛行機のエンジンの音を聞いたら、あ、これはボーイングなんとかだみたいな感じで、名前がすぐで、ね、機種の名前が言える人がいるんですけど、多分それと同じような感覚だと思うんですよね。道合ってんのかな。ディーゼル、そういう昔のね、私の時代のディーゼル列車はもうみんななくなっちゃって、新しい車両にね切り替わっちゃったんだけど、やっぱりね、その見て聞いただけじゃなくて、やっぱり録音して後で何回も聞いたんで、それもあるんで、やっぱり相当脳裏に植え付けられた、自分でやったんだけど、みたいです。録音マニアだったんだね、ちっちゃい頃から録音することが楽しいっていうね。というか音はステレオじゃなきゃダメだったんですね。で、その時親父もね、音に関してかなりこだわり性な、これ違うわ、これ違うわ、これ違うよ、これはわ、これは右行かないか、で、こういう風に録音するんだって言って、列車が来ても列車の方向いちゃいけないよってね。列車が通り過ぎるところに平行に向いてラジカセを固定してやれば音が右から左に回れるんだよっつって、で、走り去った後もラジカセを列車の方に向けちゃダメっつってね、って言ったら、後で聞くとちゃんと音が右から左に流れるみたいな。で、ステレオで撮るんだったら動くものがやっぱパンしないと、パンっていうのは、右か左か右へ定位が移動することなんですけどね。そういうこだわりがなんかね、やっぱどっかしら残ってて、今ね、ザクティのカメラでこれ撮ってるんですけど、外部マイクをどうせつけるならステレオ感のある音を撮りたい。内蔵マイクもステレオだけれど、なんかユニットの問題なのか配置の問題ないんだろうけど、全然音がパンしないというか広がりがないんですよね。かろうじて左右に振り分けられてるけど、ステレオならではな感じが全然しないってね。ちょっとステレオモードにしてみか、ステレオじゃない、音軸モードにしようか。マイクちょっと今ボイスモードをしてたけど、ミュージックモードでも音が重くなるからな、ボイスモードがいいな。ボイスモードです。今で、今ね、ソニーの ECM719 だっけ、ワンポイントステレオのやつ、電源を切って、プラグインパワーモードの
ポイスモートで、かなりね、襟元につけて口元に近いところで、あ、なんかこの音、測量してるされてるんですけど、この音、お店入った時に盗難防止用のブザーの音がすっごい。これお店、私入った時にカバンにいろいろ入れてるんでね、カメラとか。たまによく鳴っちゃうんですよ、入り口何も撮ってないのに、お店来ていきなりピーピーピーって鳴っちゃって、お店の人にギロって見られてね、いや俺やってねえよ、俺食ってねえよっつって、何も食ってねえよみたいな感じで、俺じゃねえんだよ、みんな政治が悪いんだよ、見たい触りたい、そういうことはたまらん、そういう感じで、ステレオ感がとにかく欲しいなっていうか、欲求が出てきちゃったということで、なんかバイオニアのマイクとかいろいろすぐ集めちゃうね。クリクター壁もある。集まっちゃった。音的にはね、なんかね、綺麗に撮る。ちょっとなんかミュージックモードまた切り替えて遊んでみよう。大したこと話してないんだけど、とにかくね、ステレオの広がり感が欲しいんですよ。せっかくだからステレオの広がり感あった方が聞いてて気持ちいいじゃないですか、ね、で私がね、ガングリップカメラのガングリップ型のカメラ、ビデオカメラをね、この手使ってるんですけど、てか自転車にマウントするなら、そういうハードディスクを積んでないメモリ型のね、カメラをチョイスせざるを得ないわけなんですけど、そんな中でも映像的にはもう一つの到達点ならもう満足かっていうのがソニーの8とか66なんですよね。あ、もうやっぱり近年のカメラ、もうちょっと半分終了しちゃったんですけど、やっぱパリッとした写りで綺麗に撮れるんですよ、ね、で音もね、ブログ向けのボイスモードのちょっとチューニングのマイクなんですけど、まあ、それでもね、ものすごく宣伝された一つの到達点的な感じの音質でね、低音は全然出ないけど、声がものすごくクリアでよく拾ってくれて、いいな。ただね、モノラルなんで、これだけはどうしても消せないで、だけど一つ足りないんで、何に関してもね、一つ満たされない。ここでね、画質は若干落ちるけど、このね、光学的にはものすごく大型で、いいカメラ、めちゃくちゃいいカメラ、ザクティの HD2000、なたい映りはするけれど、ヒグマはそこそこ綺麗に、ガグマイクが使える紙だけに買ったような感じになって、まあ、その満たされないステレオ音声のこだわりのためにね、というか、そこを満たしたい時はね、この HD2000 ザクティを、外部マイクを使うわけです、ね、今までのブログだとガタガタしたとこ走ったら、やっぱカメラの本体についてたマイクで一緒にガタガタした音が入って、何で喋ってるか分かんなくなってたんですけどね、ま、今もちょっとね、風が結構湿度が高いんで、それの風切りがボボ入ってると思うんですけど、決して聞き取りやすい感じではないと思うんですけどね、まあ、ちょっと工夫してカメラを前向きじゃなくて私の口の方に向けてつけ、うまいことつけてるんですけど、入ってるかな、分かんないけど、せっかくなんでちょっと新しかったソニーの方をつけて、ただ外部マイクとしてね、いろいろトークをしながら周りの集音より自分の声をメインに取るって言うんだったら、私は断然オーディオテクニカの AT9901、 これですよね、これが一番いいわ、うん、サッとつけて、襟元パッとつけて、ものすごくクリアに人の声が入る、自分の声が主役になってちゃんと入るって、ネット界隈ではセンターの音が弱いなっていう意見もあるんだけど、確かにね、左右の指向性のね、末端のクロス部分がちょっと弱いんで、センター部分が横の音に負けるっていう、
あることはあるんですけど、それでもね、人の声がよく入るよ。いいチームだ。そういうことで。ああ、警戒されてる。ああ、私警戒されてるな。どうしよう。お兄ちゃんおかしいな。見えたら黙ってくれるかな。ポメラニアンじゃない。プードルだな、あれ。違う違う。ポメラニアンだろ。プードル、プードル。プーちゃんですよ、あれ。ポメラニアンだろ。全然違う。しっかりしろよって。まだちょっと寝起きなんで頭ぼやっとしてるんですよ。ちなみにこんな静かなね、街でもね、こうやって独り言言いながら走っていけちゃう延々なんで、結構落ちていくもんですね。慣れて怖いわ。だから見ると本当完璧な独り言ですからね、これ。ブツ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 独り言言いながら走ってるわ。なりたくないよね。でもね、一つね、私の生きてきた中でね、感じたことは、人ってそれほど他人がどうだっていうね、どうでもいいですね。ましてやプツ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 独り言言ってるようなことっていうのはどうでもいい。あんまり俺を世の中あれだよね、コンプレックスの歌にもありましたね。お前の口なんて世の中誰も見て言いやしないんだよっていうの、そういうことですよ。この辺昔ね、まだドッペルギャンガーの自転車に出会う前に、ホームセンターの自転車ミニベロ乗ってた頃に走りましたね。なんかお祭りかなんかやってた頃は、ここ来たかったの。ここだよ、ここ。これだよ、これ。これだよ。そうそう、ここ。久々に来たよ。飛び出し注意。これね、私左に行こうとしてるんですけど、だいたいいつもこういう時に止まってるんですよ。なんかいるよ。なんかいるんだけど、ゆるキャラみたいなのがいる。なんだろうね、何ちゃんだろう。寄っていきたい、寄っていきたいけど、いいかない。俺が行ったところでね、仕事が増えるだけだよ。でもちょっと撮るぞ。この間ね、津島の宮駅100周年記念ということで、津島神社臨時オープンの時に行った時に、各地の四国のゆるキャラがね、勢ぞろいしてたんですよ。で、なんかね、いっぱいいて楽しかったですね。うん、で、私はね、お気に入り、藤子ちゃんがお気に入りですね。尻尾が可愛いよね。旗が邪魔。よいしょ。うん、あれ、なんだろう。何のキャンペーンだろう。隠し撮りしてるみたい。あ、虫入っちゃった。あ、虫入れるんだ。あれ、こんな感じで。この辺なんだっけ、瀬能じゃないんだけど、瀬能はもうちょっと先。この辺地なんだっけ、最寄り駅の名前、なんとか寺、正善寺じゃなくて、もう忘れた。もう知らない。通るよ。何の話してたっけ。独り言で落ちるって話。なんか脱線した話だった。そう、ステレオ。はい、履いてみようかね。ボイスモードに戻した。ボイスモードはね、
ぱ必要、この音がね、いい。ブログ向き、ブログ向きですね。富士の季節終わったと何だ、キリンは何だっけ、花の名前とか全然知らないんだよね。これはの小山越えでこの間ヒンヒン言ってたんだ。この間って何年前だ、まだねドッペルギャンガーに出会う前だったんですよ、自転車の交通ルール法律とかもまだ変わる前の頃だな。あの頃は結構自由奔放に走ってた頃なんですけど、やっぱりねドッペルはねそんなね上等な自転車じゃないけれど、ホームセンターの自転車と比べれば随分と軽くて運転しやすくなったというのもあってね、随分このぐらいの坂はねなんてことないですね。全然呼吸も乱れないし、全然力もね入ってないんですよ。こんなもんね、あと 10回ぐらい往復しちゃうよってぐらい余裕になりましたね。随分あの頃から変わったな俺、パワーアップしたわ。それはドッペルギャンガーがもたらしてくる、ドッペルギャンガーがもたらしてくれたおかげ、全然ね、なんてことで、これぐらいで咲く、なんでもないんですよ、冗談じゃないっすよ、バカ野郎、これ、ちょっとこれ、バカ野郎めな、バカみたいな、なんか言い合いしてて、罵り合いしててさ、なんかどうも黙れこのデコスケ野郎みたいな感じでいろいろ罵り言葉相手が言ってんだよ。こっちもなんか言ってやろうと思うんだけど言葉が思いつかなくて、もう絶対言葉出てくる、バカみたいな、バカしか出てこないみたいな、ああいうのが好きですよ、バカの格好してね、こんな感じで、新浜の人はねクソバカとか言うんですよ。あの言葉悪いよね、クソバカですよ、クソバカってすごい言葉ですよ、ね、クソがバカなんですから、冗談じゃないですよ、ね、クソバカとか言うんですよ、みんなお前がクソバカって感じなんですけど、人持ちじゃん、これ人持ちだよ、ちょ、いける、これ全然知らない道を無計画で走るの大好き、こういうの大好き、もう大好きみたいな、下通れるな、これ、おう、ええ感じやんけ、お前、
お前のアホやお前のアホだぞお前みたいな感じなんですよ。新山の言葉、新山の言葉喋るけど、最近新山の、ね、仕事とかでさ喋らざるを得ないんだけど、新山の言葉嫌いよね。涼しいってこっち行けないのか。ちょっと登るか。よいしょ。うら。こうか。こうだね。あうら。あうら。よいしょ。ダン。ということで。止まっちゃった。あのね、これちょっと登ったとこにラーメン大統領があるんですよ。あれ11時からかな、空いてるかな。あそこに行って食べたいんですよ。ラーメン大統領美味しくないですか、豚骨系の。特にね、この洗脳店は美味しいの。昔ね、愛媛の今治にもあったんだけど、全然美味しくなかったね。潰れちった。やばい。うん。うまい店じゃないと、生き残れないんですよ。早く来たい。早く食べたい。早く来てって言ってるぐらい。ドルバも走ってないのにすごい走ったみたいに母いやる。すごい子も猫がね。ああ筋肉やっぱね、熱くなってくるのがいいよね、走っててね。だからね、走っててちょっとね、一人で走っててテンション落ちてきてシュンってなる瞬間ってあるじゃないですか。あの時はね、ちょっと起伏のあるコースに変えるわけですよ。登り始めはしんどいけど、筋肉が温まってくるとテンションが温まってきてね、またガッツリ走ろうぜって感じになるんですよ。なるんだよ。渋滞になるとね、みんな、すごくみんなの目線が近いところで、ね、安定しちゃうんで、ね、一人言が言いづらい、ね、恥ずかしくて、ね、いや、やめてくれ、恥ずかしいって感じで、あ、恥ずかしい。ほら、見てきた、ラーメン大統領。なんたってラーメン大統領だから。喉乾いた。さっきまでちょっと腹の調子悪かったんだけど、こう筋肉が温まって体が温まってくるといろいろ調子よくなるね。でこれ確か渡れないからこの辺から降りなきゃいけないのよね。降りなきゃいけないんだけどね。あ、ちゃんとできてるわ。よいしょ。さっきがね、ありがたいんだけど、さっきがラーメン大統領までの険しい道のりを、これはどうやって、ここ上がるんだよ、ほら
着きました。ここがラーメン大統領です。これ前も紹介したんだけど久々に来たんで今回ハイブジョンでラーメン大統領です。うまいんで食べに来てください。じゃあお疲れ様でした。おやすみなさい。